今回の動画は県道39号青山美杉線を走ります。この県道、伊賀市の旧青山町県道29号から分かれ、津市の旧美杉町県道15号を結ぶ主要地方道です。近年川上ダム建設により道路が改善された部分がありますが、峠は違います。伊賀市と津市の境、桜峠付近は完全に1車線、離合困難というよりは離合できません。さらにその峠付近で別の県道755号と交差します。紹介するのはまだまだ先ですが、こちらは走りたくないような道です。さらに撮影日は県道33号を確かめに行った日と同じ3月2日です。こちらが先の撮影となったのですが、峠に近づくにつれて雪が舞い、うっすらと積もっている状態に。下りの凍結を心配しながら走りました。今回もジャンプできるように概要欄に時間を示しますが、三重県の県道ぶりを飛ばさずゆっくり堪能してください。では県道29号から分かれて県道39号の旅スタートです。
今回の動画はこの先県道15号との交差点で終了です。県道39号桜峠はやばかったです。ただ下りになるまでは崖を落ちてしまうという心配はなく、ただただ狭隘区間なだけで心配しませんでしたが、下りになって滑ったらやばいなって久々に思いました。3月上旬でも雪が舞ったら怖いですね。だから33号は18日まで工事延長なのでしょうか。本当は雪降るかもしれないから通さなかったのかなって思いました。今年は三重も遅くまで山間部で降雪がありました。まだまだ県道シリーズは危険な県道を走る回があるので心配ですが、もう4月上旬までのアップ分の撮影は終わっているので、次に撮影に行くのは4月になるから大丈夫でしょう。あ、33号が月末撮影だったな。編集している今日も鍋尾の本拠地ではみぞれが降っています。今年天気が変ですよ。晴れ男鍋尾の運に期待します。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。鍋尾苦笑の三重の舗装道でした。まったね。